10倍とかがあり得る。10億ですか。とかね。パカラッパカラ。皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリストの小島理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。小島さん、株って夢のあるものだと思うんですけど、はい、よくよく勉強すると高配当銘柄とか、ニーサとか、意外とちょこちょこしてるなみたいな。ちょこちょこ。いや、まあ、リバーセントみたいな、ね。うんうん。それもすごいことなんだっていうのは勉強してればよく分かったんですけど、夢のある話を。たいなみたいな、大昔株の起源とかって一攫千金みたいな感じで、はいはい、その船に投資して、その事業がうまくいくみたいな、でドカンみたいな、船も絶対沈没しちゃうリスクが大きくて、でもその分確かにね、返りがでかいみたいな話をこうなんかないかなと思って、なるほど、絶対知ってると思ったので、教えてください、その話あったら。その思考回路でいくと、もうすでに上場している企業っていうのは、ここから例えば50倍になるとか、はい、100倍になるっていうのは少し難しいですよね。出来上がっちゃってる。出来上がってる。そうそう。小林さんが今言ってるような船に投資するとか、はい、最初の人になりたいということですね。ああ、いや、そういうことですね。そういうことですね。はい、そうなると、実は非上場のマーケット。まだ上場していない企業に投資していくと、それが上場するとポンと大きくなりますね。市場上どん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 成長していくことがあるので、上場前の会社に投資するという思考回路です。ああ、なるほど、上場してない企業ってどうやって投資するんですか。上場したい企業に関しては、株式投資型クラウドファンディングっていう制度で、クラウドファンディング、個人が、ちっちゃな金額10万円とかで、ありますよね。投資していって、みんなで集めて、みんなで3000万とか5000万円にして、それが企業に投資、資金としていくっていう仕組みが出来上がってます。企業であるんですね。うん。でも、そもそもこういったものなかった、プラットフォーマーがないとできないので、はい、今小林さんがやりたかったことっていうのは、すごくクローズドな、閉鎖された人たち、つまり富裕層の方だけにその情報が行っていて、この会社は3年後に上場しそうだと。だから今から、例えば2000万、あるいは5000万入れておけば、上場後に何倍にもなる、何十倍にもなるから、支援するという意味で、これエンジェルというんです。天使のエンジェル。あ、エンジェル投資。うん。エンジェル投資というものは基本的には超富裕層しかできなかった。資本家というか資産家みたいなやつ、ね。そう、はい。なので上場前から応援してお金を、まあ一番大変な時に資金を供給するエンジェル投資と言います。でももうちょっとこれ一般の人にも普及してほしくないですか。自分たちも10万円でいいんだったらこのステージで入れさせてくれよって思ってるわけですね、小林さんは。思いますね。Facebook のあの始まる時に。僕もちょっと一人入ってきたので、ちょっと一口噛みたい。みたいね。夢ありますね。っていうのを、まあ、実現したのが、日本における株式投資型クラウドファンディングっていう仕組み。もちろんリスクはありますよ。でも、今みたいな仕組みを理解して、数十万円からその世界に参加できるという仕組みを国が後押しして作りました。安倍政権の時に。クラウドファンディングだから、そっか、ほんと数万とか、そう。できるんですか？うん。できます、できます。上場を目指している。まあ、ステージ4ですよ。はい、ここ、はい、目指してますね。この会社の株欲しいよね。欲しいですね。ね。はい、でも、基本的におそらくね、富裕層の方々とか、経営陣の非常に資本家の方々が、ここの株を持ってますね。はいはいはい。でも、一部のパーセンテージでいいから、はい、ちょっと出してほしいです、ね。出されたら買いますよね。そうですね。欲しいですね。うん、そういうことですよ。っていう上場の手前の会社が、資金調達をするときに、一般の個人から募集を募るものがクラファンです。なるほど。株主になれる。クラウドファンディングって今時のサービスで、そこが掛け合わさったわけですね。うん、そうですね。素晴らしい。基本的にでもリスクが高いから、株式投資の経験者しか口座開設できません。あ、なるほど、うん。なるほど。うん。結構リテラシーが高い人だけが窓口になってるので、経験がある方が、まあ未上場の株まで持ってっていう世界ですね。ちなみに僕1年くらいはやったことあるんですけど。オッケーオッケー、大丈夫です。1年とかやってればいいんですか、うん、大丈夫です。初心者はちょっと他の銘柄とか触った後に、そうです。勉強してもらった後にって感じですか。株の経験がないとダメっていう決まりが、国の決まりがあるので。ちなみになんですけど、利回りとかってどんくらいなんですか。利回りっていう考えがちょっと当てはまらないと思う。そうか、利回りじゃないですね。これもう、どんくらい結局、利益として返ってくるのか。そうそうそう。何倍になるのか。何倍になるのかっていう話なので、はい、未上場の会社の出口っていろいろあります。IPO。でもまあ10年
15年かかりますよね。あ、そんくらいかかるんですか。うん。あ、なるほど。かかります。でもその間に、まあ、IPO を辞めて、売却する。他の会社に事業を売却する。M&A という。ああ、そういうのもありますよね。うん。これはちょっと期間が短くて、まあ、早くて3年。うん、うん。まあ、5年、7年。これぐらいだから、3倍から7倍ぐらいのこうリターン。投資資金額に対して、3倍、5倍ぐらいがあり得る世界観。でも IPO になると50倍とかがあり得る世界観なので、一般的な富裕層の方々が2000万入れてたら、とか。1000万の50倍って10億ですか?とかね。ああ、そういうことですよね。そう。でもリスク取ってるから。それってどんくらい形になってたりするもんなんですか?ファンディーノっていうのが最大手なのよ。そこは、今一社だけ上場、プロマーケットだけれども、はい、上場してます。おで、サービスまだ始まってもう数年なので、はい、そこまで、まだ、だって数年しかサービス経ってないのに、はい、IPO 出ないよね。はいはい、だからあとまあ3年とか5年とか必要かもしれないけれども、ここからどん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 上場企業を生み出していくっていう種が今植えられているっていう感じですかね。なるほど、うん。みんなが見ているものよりもちょっとプロの方向けの市場に上場するっていうやり方をやったので、そこまで値段は跳ねてないですけども、なるほど、これが本ちゃんのこう、グロース市場とかに上場すると、随分と資産が返ってくる可能性があります。でもみんなそれやってるので、クラファンじゃなくて富裕層の方が自分たちのこう人脈でやってる世界っていうのはそういうことなんで、一般人じゃ立ち入れないところっていうか、一般人というか、まあそこのいわば社長と友達とか、うん、そうそうそう、その次元じゃないと立ち入れないところに立ち入れれる、一部ねオープンにちょっとなってきているという感覚ですかね。でも今あの投資家側からの話しましたけど、はい、なんでこれを国がしてるかっていうと、はい、GAFA、アメリカ生まれたじゃない。ああいう短期間で急成長した企業が生まれた背景には、うんうん、スタートアップとかベンチャー企業を支える土壌が向こうにはある。つまりリスクを取る投資家が向こうにいっぱいいる。そうなんですか。そう。うん、まあ、小林さんがね、こんなアイディアを持って起業したいと思ったら、日本ではなかなか投資家がつかないけど、アメリカに行ったらいきなり1億円とか出してくるわけよ。へぇ、あ、そういえば、うん、これ Facebook のマーク・ザッカーバーグのソーシャルネットワークっていう映画も。うんうん、あ、見たの?はい。あと、それこそアップルのスティーブ・ジョブズ、うん、なんかアップルの創業の時期のチームでやってた時も、うん、はいはい、やっぱりなんかめっちゃお金持ってる人が絶対入ってたんですよ、一緒に。そうね、うん、はい、その通りで。なるほど。そういうことがあるから、はい、まだどうなるかわからないような企業に対して富裕層がお金出す、これが成長して今あんな世界的な企業になったわけじゃないですか。いや、そうですね、アップルも Facebook もその二人がいなかったらないもんね。でもなかったっすね、うん、絶対そんな感じでした。で、日本はその力が弱い、新しいものが生まれてない。いつの間にかそういう、まあ、ユニコーン企業と言われているようなすごい大きな未上場の企業がアメリカにたくさん生まれ、中国にたくさん生まれ、うん、どん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 サービス展開してるわけじゃないですか、うんうん、何が違うのかって考えた時にやっぱ最後金融なのよ。お金、資金供給が全然日本はできてない、うん、銀行からの借り入れだけだったら、うん、300万とかよ日本だったら、うん、だから自分のこの信頼を出した経営者が信頼を担保に借りるから、はい、300万しか借り入れなくて、あ、じゃあ銀行側からすると、あ、まあ300万くらいかな出せるとしたらみたいなレベルってことですね。じゃあそれでどうやって、人も雇えないわ300万で、何もできないじゃない。一瞬でつきそうですね。そう、もうオフィスも借りれないしどうするのっていうことじゃないですか。っていうのが長く続いてて、その間にこんなに世界と差をつけられたから、今になって、今岸田さんめちゃめちゃスタートアップって言ってますけど、あ、そういえばなんだっけ、骨太の方針でありましたもんね。そう、今年2022年スタートアップ元年よ、今年。あ、そうなんですか。今年よっていうぐらいめっちゃ遅れてるのよ。いや、確かにガーファってだって90年代とか、それこそ本当にここ20年、そう、数十年ででガッといったじゃないですか。世界の企業ですもんね、うん、今になって気づいて、日本には上場する手前の企業に資金が全然足りてないから、まあリスクマネーって言うんだけど、はい、供給していかないと日本経済が盛り上がらないってことをようやく国全体が認識して、いろんな仕組みができ始めてる。これが、うん、日本の今の課題です。だってやっぱさ、ここの会社もさ、元気だけどさ、ベンチャーって元気じゃん。スタートアップとかさ、勢いあるじゃない?まあもうすごい、もう激動のように動いてます。そう、でも雇用も生むじゃない、そこで。だから、こういった
った企業がどん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 成長して上場していくとか、だん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 こういっぱいたくさん人を雇用するみたいなことっていうのは大事なのっていうので、ここに予算をつけたりとか今国がしているそういう課題があるので、もちろん投資家としてそういった上場していくような企業に投資していくからすごくお金がもらえリターンがある可能性があるという夢もありますけど、こういう日本全体のこの課題感とか、日本が抱えている認識に対しても、まあ、理解した上で投資してる人が多いよね。メインは確かにちょっと投資家目線で僕は聞いちゃったんですけど、起業家視点でいわばその大志を抱いてる人、うんうん、そう、若者も限らず、うん、その人たちがいわばあパンディーノ、うん、なんなら返して、うん、よしちょっとやってやるぞみたいな感じで、うん、やっぱそこのストーリーだったりとかを認知されたら、多分そっちも必要だと思うんですよ、うん、起業するならパンディーノだよね、うんうんうん、何々だよねみたいな、これ使えば起業できるよねみたいな、ね、多分そこがネックなので、ね、起業するっていう側の人たちって、うんうんうん、何するにしても材料が必要じゃないですか、ね、リソースが、うん、人手が、そういうなんか盛り上がりとかもあったらいいですね。そうですね、だから経営者からしても、うん、やっぱり200人とか300人の投資家がいきなりつくので、うん、それって応援団なんですよ。ファンティーノのケースで言うと、実際にまあ投資してきた中には、うん、例えば企業経営者とかも投資してくる、自分の会社であなたのサービス使いますよとか、ここでまた生まれてるの投資家とそのベンチャー企業の間の中でまたビジネスが生まれたりというか、売り上げに直結するような、まあサポーターですねみたいなことが、エコシステムっていうんですけど、出来上がっていたりするんですよね。環境が出来上がったりしていて面白いですよね。めっちゃいいっすね、うん、低俗な感じで夢のある投資の話聞きたいっすって強欲に聞いちゃいましたけど、うん、日本か、いわば世界に追いついていくためにも必要というか。そうそう。めちゃくちゃ夢あるよね、だから。っていうものが、まあ、着実に日本で、まあ、普及してきているというかね、育ってきているんですよ。起業家さんが来た、なんかそこに、まぶしさん、ちょっと、あれ、うん、話聞いてあげて、うん、なんならアドバイスしてあげるなり。いや、とか、おこがましいな。いや、なんかあれ、すごい多分コンテンツとしてめっちゃ人気あるんですよ。高校生の大家さんみたいな、が、うんうん、不動産投資をプロでやってる人たちに、何人かザーってプロがいて、うんうん、そこの人にプレゼンするみたいなのが、ドカーンって跳ねてたんですよ、コンテンツ、うんうん、だったりとか、うん、天才中学生の起業家みたいな。うんうん、すごい伸びるんですよ。大志ある有能な天才とかは、みんな好きなので、うん。確かにね。そう。ここにちょっとなんなら密着なり、なんか企画として入るのは面白いかもしれない。確かにね。投資家目線も面白いですけど、うん、そういう起業家にちょっと寄り添った。確かにね。どんな、でもね、思考回路とか見るのは面白いかもしれないですね。お、じゃあ投資したいなってなるかもしれないし。そうね。だから未上場であっても、まあ、関係なく、大志持ってる人っているので、うん、むしろ野心があるっていうかね、うん、面白いですよ。募集してますので。あ、また、医療所の方で、密着、あるいは大志を。対談なり。うん。なんだり。いいですね。ありがとうございます。今日も面白い話。はい、ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録、通知ボタンまでどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。